ラッキーラッキー、もう一本取ろう。はぁ、なんだ今の。まだ威力上げてくんのかよ。ほぼスパイクじゃねえか。よし、行くぞ行くぞ行くぞ。先生、ありがとうございました。いや、よし、それじゃあやるか。何を。ミーティングですよ。それは分かんないだろ。手なら俺握ってやるぞ。やめろやめろ。清水の匂いが取れちゃうだろうが。うるさい、これだけずるい。俺もやりたくってやる。また全員で来るに決まってんだろ、ボケ。そうだな。ネガティブファイター。あーはだ、つうか今の影山の言い方に似てる。ボケ、日向ボケ。似てる。もう一回。大地が優しいとなんか怖いな。じゃあ厳しくしといた方がいいかな。二度と地に落ちたんて言わせねえ。次は負けません。次も負けません。怖い怖いから。うるさいお前ら。ほら、これから決勝戦うっていうのも。ナイス様か。ほらいい出だし。うるさい。長い絶好調なのか。影山くん、お前らうるさい。何見てんだろ、やるな翔陽。ほんとやってくれる。ダブル西野や田中。なんで俺待て。出た大王様。やめろ。宿で騒ぐんじゃねえぞ。ウィス。お前ら、ちょっと目離した隙に。失礼しました。あ、いい。田中その顔やめろ。おい、どこにも逃げられないぞ。縁の下捕まえろ。は、探検しようぜ。ウィス。あんまり騒ぐな。大地に怒ら。俺だよ、朝日だよ。お前らうるさい。試合中だしそこまでにしようか。ちょっと今止めたの僕なんだけど。あ、俺の手にも当たった。お前らいい加減にしろ。何ニヤニヤしてる。影山やめろ。こいつともちゃんと協力します。本音は。試合でやめろ。お前らいい加減にしないと。大地が。回答用紙出す。落ち着きなさい。おい、お前ら何やってんだ。帰れ。心配しなくてもちゃんと本気だよ。中学の時にネットを挟んだ敵同士だったとしても、今はネットのこっち側同士だってことを自覚しなさいって言ってんのね。本当にお前は周りの迷惑を考えなさいと言ってんだろうが。やるな日向。すが、はい、ウィス。特に山道を越えて帰ったりする系のやつ。ふざけんな、死んだ。おい、やめろ。大地が切れるぞ。やってやる。全員で東京行ってやる。大地さんは普段優しいけど怒るとすごく怖い。すごくだ。してます。